ジャック・サン・テールは、ルクセンブルクの政治家。1937年5月18日に、ワッセンビルヒに誕生する。キリスト教社会党は1979年以降、ルクセンブルクの政権与党第一党であり、サン・テールは同党に属し、1979年から1989年まで増唱、1984年から1995年まで、 首相を務めた。首相としての業績に単一欧州議定書に関する協議を牽引し、同議定書はルクセンブルク協約の合意から実に20年が経過して発行した。1995年にサンテールはイギリスの主導でと欧州委員会委員長となった。これはフランスとドイツが主導となって押したベルギーのジャンリュック・デ・ハーネ首相をイギリスが拒否した経緯があり、 妥協された人事である。サンテール委員会の一部の委員が関連する汚職が告発され、独立専門会委員会による委員の不作為や違法行為などの不正に対する調査が実施された。委員会による報告では、委員個人として責任に欠いた行為が見受けられるとし、これを受けて、 サンテール委員会は1999年3月15日報告書が公表されるその日に総辞職した。1999年から2004年までサンテールは欧州議会議員を務めた。また金融持ち株会社ゼネラルメディタラニアンホールディングスの取締役も務めていた。2015年11月に朝日大受賞を受賞した。ありがとうございます。